何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、道島の竜キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すいません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも、あん、でもないや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくんけ。気は済みましたか。その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体がもたんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん、わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするでー。